ここからは ATK 青森手踊りキッズ、青森の伝統芸能手踊り、その伝統を継承し日々稽古に励んでいる手踊りキッズの投稿動画をご紹介します。一人目は鎌田奈々さん11歳、踊っているのは津軽ジョンカラ節キューブ節です。師匠の新田流芳生会新田智子さんは、基本であるつま先立ちや中腰がしっかり身についています。優しい雰囲気で踊るので、ここからどう進化するのか楽しみですと話していましたよ。奈々さん、踊るときに気をつけていることは何ですか？中腰になるところです。先生褒めてました。得意な振り付けは何でしょう？跳ねるところ。じゃあ今挑戦していることは？バク転です。手踊りにバク転を取り入れるんでしょうか？それは跳ねるのすね得意ですよね。楽しみです。2人目は小山田結菜さん11歳です。踊っているのは南部アイア節。師匠の小芝流七重会夏坂和恵さんは、一手一足丁寧に確かめながら踊るところが素晴らしいですねと話していました。ゆいなさん、手踊りの難しいところは？一つ一つの曲の間の取り方が難しいです。稽古では膝を曲げることや手を見ることを意識して練習しています。得意な動作はありますか？片足立ちをするところが得意です。手踊り以外の習い事はありますか？ピアノと水泳と体育と英語です。たくさん習ってますね。文武両道、秀才ですね。最後は北山ひめりさん13歳、踊っているのは津軽よされ節です。北山さんはこの曲で第52回青森県手踊り名人決定戦子どもの部予選を勝ち抜き、本戦への切符をつかみました。そして手踊りだけでなく民謡でも子どもの部予選を通過して、手踊り民謡どちらも優勝してるんです。師匠の千葉勝弘さんは、教えた技を取り入れながらバランスよく踊ることができています。鍛錬を積んで上を目指してほしいですと話していました。手踊りの難しいところは？踊れば踊るほど課題がたくさん出てくるところです。目標はありますか？2月の名人、3月の民謡王座で優勝することです。はい、最近ハマってることを教えてください。大好きなおじいちゃんに毎日歌を歌って聞かせることです。何の歌でしょう？おじいちゃん嬉しいですね。今ね、最後にご紹介します。